日本の皆さん、ナマステー。今日も元気にチャロ。インド在住中村ゆりさんが今 SNS でバズっている斬新なデザートを取材しました。そう、話題のデザートはこの大きな鉄の筒を使って作るんです。この筒の中にはたっぷりの氷、そしてカップいっぱいに氷を量たくさん入れています。塩を入れて筒をキンキンに冷やします。ここからが斬新です。店員さんが筒を回し始めると赤い液体をかけ始めました。液体は瞬時に凍っていきます。ラブリーとはミルクに果汁や甘味料を混ぜたものです。これだけでは終わりません。店員さんが取り出したのは生のパパイヤです。細かく切った後押し付け果肉を足していきます。その後オレンジを絞るとこれも瞬時に凍っていきます。さらにザクロジュースをかけます。ザクロの綺麗な赤色が全体に広がっています。そして最後に表面を削ればじゃーん、こちらが話題のローラークルフィーです。お値段はおよそ140円。もともとは一部地域のお祭りなどで作っていたものですが、回す姿が SNS 映えすると今大人気なのです。お味はいかがでしょうか。口に入れた瞬間にミルクの甘さと、そしてフルーツの爽やかな味が口中にふわふわと広がりますね。インドに来た際には味わってみてください。おいしいよー。